今日のタイムセールは大勝利したな。激安のプレミアム卵も無事ゲットしたし、これで今日はユリにオムライスは。おいおいおい、こりゃついに来ちまったぜ相棒よ。例の連中がついに現れたっぽいぜ。例の連中、まさか。ネズ、ステータスを見せてくれ。時と同じだ。時空亀裂発生。念のため念のためっつって頑張って奴らを追っていた甲斐があったってもんだ。やるじゃねえか。ご自慢のクラックフォーキャストアルゴリズムがドンピシャだった気分は最高の最悪だよ。黙って解析を進めろ、ネズ。ネズ、セーフティー解除。よかった、ちゃんと使える、戦える。これであの時みたいにはいかない。
ユリを守れる。お疲れのところ恐縮だが、今日のゲストはあんたよりちょっとせっかちみたいだぜ。エコー6エリアで亀裂の予報だ。どうすんだ。くそ、またこの辺りじゃないか。様子を見てこないと。僕一人で何でもできるって思ってた。警察の制服じゃない。歳も僕と同じくらいに見える。こちらリオ、支援を求む。僕とリリーだけじゃこの数に対応しきれない。リリー、大丈夫か。少しだけ耐えてくれ。あとちょっとで支援が来るはずだ。どうする、支援も来るっぽいし、このままほっといてもいいんじゃねえか。怖い化け物の撃退はおまわりさんたちに任せようぜ。今頃お姫様は愛しのお兄様が帰ってこなくてお腹ペコペコ、プンスカプンスカして待ってるはずだしよ。いや、助けよう。あの人たちが戦えるなら協力してここで撃退した方が良さそうだ。支援が来るとしてもいつ来るかわからない。そして敵の増援もありえる。だったら念のためにはその前にここら辺の敵は一掃した方がいい。はい、出ました、念のため。うるさい、これはあくまでもユリを守るためだからな。僕はユリを危険から確実に遠ざけたいだけなんだ。行動を開始します。じゃあ始めるか。感謝する、おかげで助かった。本当にありがとう。本当にありがとうございます。おかげで助かり。じゃあ僕はこれで。待ってくれ、何者なんだ君は。いや、僕はナルカミです。ありがとうございます、ナルカミさん。助けていただいたことは本部に。本部？まさかこの化け物に関する対策をしている組織があるんですか。はい、私たちは。リリー、悪い、こちらも事情があって部外者には何とも言えないんだ。なるほど、
ういうことですね。そういうことだ。とにかく感謝する。そろそろ支援も到着する頃だ。今回の借りは必ず返そう。本当にありがとうございました。お先に失礼します。じゃあ気をつけて。親族とはいえ全員がとてつもない。やっぱりどの局もだんまりか。そりゃそうだ。ネットの検閲もバッチリ。一般人からしちゃ化け物が出歩いてるって聞いた瞬間そっと決定だしな。だとしたら連中についてもっと知りたいならやっぱり昨日の人たちともう一度会うしか。マジかよ相棒、殺にでもなる気かよ。こりゃ傑作だ。そんなわけあるか。ただあの怪物に関する情報が欲しいだけだよ。いやいや、時は来たれり。今日もご機嫌ですな。あんたのあれ、お姫様。ああ、昨日帰りが遅くなって拗ねてたけど機嫌を直してくれてよかったよ。オムライス様々だな。しかし8年前からあの調子か。大丈夫か。毎日毎日あんな儀式を8年も続けてるなんてけなげなもんだ。あれでユリが元気になったんだから仕方ないだろ。事故のすぐ後は人形みたいに静かだったからさ。元気ならそれでいいんだ。ま、あんたがそう言うならそれでいいんだろうけどよ。8年も経ったんだぜ。そろそろ現実逃避からは卒業してもいいんじゃねえか。確かにそうかもしれないけど。なんかお前、僕が作った AI のくせにムカつくな。今度口調の設定をいじってみるか。うん、なんだわらわの前であの使いまでこそこそ喋るのは無礼だ。ハルトハワード何か隠し事でもしているんじゃなかろうな。わらわの目と耳はごまかせぬぞ。何にも隠してなんかないよ。ところでオルド様は今日もお元気か。お元気かだと聞くまでもない。オルドの柱であり中心であるわらわはこうして常に。はいはい、わらわが常にオルドの空を支え。いかにも空を支え週末の訪れを遠ざけるためのなくてはならぬ儀式さ。この儀式さえあればハワードの小さき悩みなど一瞬で吹き飛ばすこともできるのだ。ほうほう、それは面妖な。さすがユリ様でございます。ところでオルドを支えるユリ様への供物の宛てがございます。ほう、聞いてやろうじゃないか。じゃない、儀式を続けなければ。本当に聞かぬでもよろしい。選び放題なのだな。騙してはおらぬな。敗者得ではないのだな。この身をもってお約束いたしましょう。さあ、儀式はお帰りになってからにしましょう。供物は待ってくれませんぞ。それはいかぬ。案内するがよいぞハワード。早う行って帰るのだ。はいはい、では参りましょう、ユリ様。やったー！
味しい棒特大50個パックだ。おい、500円超えちゃったじゃないか。オルド様がお怒りになるぞ。気にするでない。大いなる力には大いなる代償が伴うものではないか。しょうがない。ついに姿を現したか、ベアトリーチェ。はっ、では早速捜査いたしましょう。どうか私めにお任せくださいませ、ルシフェル様。ああ、任せたよ。行ってきなさい、リリス。東京上空に巨大な時空亀裂が発生。これはオルドのディフマン部隊。緊急事態宣言を発令。戦闘可能なタイムディフェンダーズを直ちに招集しろ。最近世界各地でのディフマン出現頻度が増えて嫌な予感はしていたが、ようやく動き出したか、ルシフェルメ。じゃあ始めるか。位置は？東京23エリア内に27カ所。全部言おうか？いらん。東京以外の反応は？時空亀裂が発生しているのは東京だけよ。他のところも一応モニタリングしてるけど、まるで反応なしね。なら話は早い。奴らのターゲットが東京にいるのは明確だ。各反応を中心にネオパーソン多数、散開して破壊行動を続けています。今出撃できるタイムディフェンダーズとパトロールだけでは対処しきれん。人命救助が最優先だ。援軍を呼ぶことにする。それってつまり？そうだ、タイムエンジンを起動させろ。時空をこじ開けてでもできるだけ有能な隊員たちを確保する。ルシフェルの隙にはさせん。時空亀裂現象でパチ。起動と、よし。
行きましょう。タイムパトロール、各自スクランブルして指定されたエリアの民間人の安全を確保、最寄りの避難所に避難させます。私は全エリアの中心となる部分を担当します。リオ、リリー、ついてきてください。了解しました。では任務開始。奴らがどんどん増えている。どういうことだ。どうすれば。ハワード、大丈夫だユリ、絶対守ってやるって約束しただろ。お兄ちゃんを信じて。しかし状況はまずい。家のセキュリティは大幅強化されているが、これ以上敵が増えたら。けど避難所まで無事たどり着くことはできるのか。最寄りの避難所とは結構距離がある。ならユリ、このまま家まで走るぞ。本部しようか。一人で走れる。わらわはもうか弱い子供ではないぞ。わらわは強くなったのだ。よし、偉いな。じゃあ走るよ。しまった、敵が。大丈夫ですか？お怪我は？あなたは？ご無事のようで何よりです。私はブリガンティア。ここは危険です。速やかに避難してください。近くに避難所があります。避難所の位置はご存知ですか？隊長、報告ですが、君は？大森さんじゃねえか！リオ、この方とは窮地の中ですか？あ、鳴神さん、この間は助けていただきありがとうございました。ここは危険ですから早く逃げた方が。リリー、なるほど、そういうことですね。部下たちがお世話になりました。ごゆっくり感謝したいところですが、まずは急いで避難してください。そうですね。ありがとうございます。では、僕たちはこれで。そちらは避難所とは真逆の方向ですが。避難所並みに安全なとこへ向かってるから、心配はいらないぜ。ちょっと気になりますね。隊長、避難所まであの方とお供しても。そうですね。他の住民たちの避難は順調そうです。次の合流ポイントに向かうとき、避難所も通りますから、お供しましょう。はい、大賛成です。これは一体。時空亀裂多数発生。ブリガンティア、今いる位置のすぐ近くよ。予想される敵の数が多すぎるわ。援軍を送るから少しだけ耐えて。承知しました。急ぎましょう。リオ、戦闘配置完了。これ以上犠牲は出させません。ここで戦うんだね。わかった。はぁ、はぁ、ネズ、セーフティー解除。
んなセキュリティがあったんだね。確かにこれなら小規模のディフマン部隊だったら多少は持ちこたえられるかも。ですが数が多すぎます。亀裂の数もそうですが、それよりも、いえ、それよりも先にすべきことがありますね。ご覧の通り、このままでは危険です。私たちはこれから別のポイントへ向かいますが、途中に避難所があるのでお供します。よろしいですか？ああ、よろしくお願いします。避難所に行ってもいいんだな、ユリ。仕方なかろう。よろしくお願いしよう。します。じゃあ決まりね。早速戦況を把握して新しいルートを算出するわ。そうね、ここからだとこのルートの方が良さそうよ。ありがとうございます、カイさん。では行きましょう。罪なき命のたる魔族と根本今でも。おっと、起動と起動と、よし、ネズの核制御システム、もう少し起動